湯気が立ってる。ねえ、大富豪イベント始まってるね。なんかさ、なんかどうしようかなって思ったけど、とりあえずこうなんか急にさ、今日これからやりますってなるじゃん。だからさ、なんかでもとりあえず公演あったので、ね、何も考えてなかった。なんか事前に明日から始まりますとかじゃないじゃん。わかんないけど、急に今日の何時からイベントありますみたいな感じじゃない？お疲れ様です。ジャナのカードセットしてる、ありがとうございます。 DMM 見た。そう、今日はですね、そう、公演だったんですよ。てか今一押しガチャやってる？ガチャ引こうと思ってたんだよね。今日はいい公演でした。あの前回公演の時にいただいたやつ、いいってさ、緑だっけ？こちらハート、え、終わっちゃったの？一押しガチャやろうとしてたんだけど、悲しい、超悲しい。マジか。なんかお友達からさ、一押しガチャやったよってさ、なんか LINE 来てさ、私もやろうって返してさ、今日さ、もうとりあえずでも公演あるし終わったらやろうと思ってたんだけど、こっちもねすごいの、ちょっと本当にすごい、本当にこれなんか手でもう指紋とか ついちゃいそう。すごい、あ、なんか反射しちゃう、いろいろ。大丈夫かな、大丈夫かな、反射しないかな。なんかね、いろいろ反射しちゃうかな、これガラス見せない方、どうしよう。なんかねすごいんですよ、ハートのガラスになってて、あれみたい、総選挙だっけ、総選挙ってこういうやつだっけ、ガラスだ、ガラスのあるっけ。なんかさ、反射しないで写真撮れたら送りたいね。なんかそういうガラスのやつみたい。
え、トロフィー呼ばれるの？すごい怖いね。え、ちょっと持つの怖いな。じゃでも持って写真撮りたいんだよねこれ。てか普通に見せようと思ったけど、ちょっとなんかいろいろお部屋が反射しちゃって待ちバレたくないので諦めた。でもね、すっごい可愛い可愛い多いです。ハートいいね、ありがとうございます。ね、見せない方がいいよね、ちょっと危ない。あと今日これはね、前回もらったやつなんですよ。前回のやつで、え、どうしよう、チョコが止まらん。ハートありがとうございます。なんかね、多分誕生日プレゼント的な感じもあるのかな、プレゼント。うん、なんだろう、プレゼント開封の儀。絶対にしやすく、まだね見てないんですよ。乃木ハートありがとうございます。いいね、ハートありがとうございます。大富豪いけるかも。本当ですか？少ないの？なんかみよまりさんのやつだけ見た、あとは分かんない。サーヤとかもかな。え、なんだろう、かわいい。あ、だからポケモンなんだ。かわいい、ポケモンセンターのやつかな。ピカチュウのイヤリング、かわいい。テロップにも書いとこう。ね、かわいい。見てるかな。プレゼントくれた人誰かわかるけど、つけちゃう。え、かわいい、かわいいですね。ピカチュウ、あ、見てますよ、いたえ、なんでさ知ってた？私ね、あの最近ね、ここ1週間ぐらいポケモン GO ばっかやってるんですよ実は何にもポケモンっていうワードすら出したことないのに、すごいよく分かったね。分かってないか、分かったのかな。え、私その話したっけ。ポケモン GO 最近めっちゃやってるんですよ。知ってた？なんか話したっけ。話したことありますか？私配信とかメールとかで。知らんよね。
何漢字取ったの？すごくない？なんで分かったんですか？マジでずっとすごっ。ハート100個ありがとうございます。すごいですね、なんかそういう感じ取る能力を持っているのかもしれない。あ、お手紙もあった。あ、やっぱポケセンだ。やっぱそうですね、かわいい。めっちゃお洋服届けてくれた方がいいです。お洋服シリーズ開けちゃおうかな。フレンドはね、メンバーとだけなってるよ。誰だっけな、フレンドは、あ、サーヤと中坂だとフレンドになってます。もうちょっと一緒下げを見えなそう。よっこら汗。今日の公演どうでしたか？迷子。よいしょ。こうか。こうだ。ここ、こっちが手通すところで、こっちが、こっちは飾りだよね。ニットワンピース絶対着れますね。最近寒いので着まーす。ありがとうございます。多分ね、こっちが手通すところで、こっちはひらってなってる方。ちょっと一瞬ね、どうなってんだろうってなった。そうだよね、これが前に出てるやつだ。イエーイ。自由なんだかんださ、めっちゃなんか着れるからさ、いいよね。なんか自由ってなんだろう。最近の流行りも入れつつ、ちゃんと機能も備わってるからさ、なんだかんださ着やすい。15分経ちました。おしゃれね。2日連続今日の川島のさ、ショールームもちょっと出てたんだよね。そう、何個かあります。4つぐらいある。これはあのあれや、絶対出したらスカート。これはこれめっちゃ着れる多分私。これ
これめっちゃ着やすい。なんか色味とかさ、これ多分出したらひらーってスカートになると思うんだけど、フェイクレザープリーツスカート、これも自由ですね。これ絶対なんかさ着れるってかね、最近ね、こういうなんかっていうのひらーってしてる、そうそう、流行りのスカート、それな、そうめっちゃ着れます。そう、ジーはほんとなんか流行り、最近の服って感じ。え、待って、絶対なんかこれ可愛いんだけど、色味がさ、なんか白とか合わせやすい。え、待って、これ絶対かわいい。え、あ、ナイスクラップ、私が大好きなナイクラです。かわいい。え、かわいい。え、かわいい。これもニットですね。見て、このかわいいんだけど、こうやってさ画面で見てもかわいいね。今日のポニーテールにも合う萌え袖ですね。これはいい感じ、色味もかわいい、なんか私が着てそうな感じ。ここがねちょっと開いてますね、足の先の方が。え、かわいい。私がナイスクラップは私が大好きなブランドなんで、普通に私もめっちゃ買うんですけど、ナイスクラップ、これ持ってないし、かわいいので着ますね。そしてこれさ、上にこの紫の今見せたやつにも合う。これもナイスクラップなのかな。お、ナイクラ一緒ですね。ナイクラですね。え、かわいい。え、これもほら、だから最近こういうの流行りだから、こういうねハッてなってるやつのスカート流行りなんですよ。かわいいね。え、これ上と下でこれのセットで着たら絶対かわいいので、これはこのセットで着たいですね。かわいい色も、ちょっとツヤっとしたさ、なんかゴールドとかシルバー系のやつとかもよくこういうの最近売ってんだけど、そうなんかね、いいよね、かわいい。これも持ってないので着ます。このセットで着たい。私さ、ミニスカ大好きなんですけど、やっぱ最近寒いからさ、なんかロングスカートありがたいですね。ね、最近なんかね、声が枯れるようになってきたので、飲み物を飲む量が非常に多くなります。配信とかでも、なんか今日の公演もいつもペットボトルさ 500ml のやつさ、なんか飲み切ることって全然ないのに、今日なんか途中で飲み、じゃ終わったぐらいかな、ちょうど終わりぐらいで全部飲み切って、そう2本目行きました。2本目はアクエリにしたんですけど、水全部飲んで、最近なんか喉なんかカラッとしてない？最近乾燥してんのかな、空気が。何なんだろう、分かんない。え、みんな乾燥してる？私はさ、え、そうだよね。え、あ、よかった。なんか私がさ、なんか
風邪っていうかさ、喉の調子が悪いっていうかさ、普通になんか乾燥してるよね。今日の劇場もめっちゃ乾燥してたの、本当に。え、本当に乾燥してて、これも自由だ。いや本当にやばかったの。紫、ちょっとごめんなさい、あの私の話と紹介が混じってる。こうしても可愛いし、こうやって隠しても可愛いし、こうやってやっても可愛い。え、乾燥してるよね。紫のニット、ニットなんかいっぱいにあってね。じゃあニット今年これからでもいっぱい使えそうなので、ニットガンガンいきますね。ちょうどさっきさ来てたよね、コメントで来てた。このこっちのプレゼントの方も多分ね今見てると思うんですけど、さっきの方もいたけど、すごいなんかね、お話し会だっけ、トーク会かなんだっけ、なんだっけ、なんかさ、そうこれをね作ったのって言われて、送るねって言われて、すごくない？ちょっとこれ撮った方がいいかな。私がさショールームで無料配信してるじゃないですか。無料配信してるから、それのやつを作りましたって言われて、すごいって思って、送るねって言われてたのが届きました。すごい、すごくない、すごくないね、これマジで使える、めっちゃ使える。いやすごいマジで。しかもさ、私がさ、あの私があの自分で書いてた方もさ、こういう絵さ、あの書いてたんだよね。これ同じだ、すごいちゃんとそれも残してくれてる、私が書いてた方もすごくない？いやこれは使えますね、本当にありがとうございます。届きました、ちゃんと届いてるよありがとう。しかも何枚か送ってくれてるので、ちょっとあの壁に貼ったりするとさ、やっぱ汚れたりとか、あのもしねキャノラジー今後やるときにこう1枚ダメになっちゃったらでも使えるので、そう何枚か届けてくださってありがとうございます。え、本当にすごい、これ作ってくれたってすごい。そしてそうですね、あの同じ方が、隠してます隠す、あの全部文章に見せられないんですけど、須田さんのなんていうの、コラムっていうか新聞のやつをあの送ってくれてます。なんかね、実はねこれね、あのそう、あちゃんとさ11月
分全部入ってるかな、11月分多分出てるのは入ってるのかな。なんか過去のやつとかも送ってもらって、髪ボサボサやな、過去のやつとかもねこの間送ってくれたのも届いてるので、あの実は過去の須田さんのこう書いたやつとかも見てて、で11月分ですね、これは11月分も届いたので、後で須田さんのやつは読みます。これは何日か分、22日、15日、8、1。あ、すごい。1日のやつはさ、須田さんのやつの上にさ、これも載ってるのね。すごい。OKB のやつも載ってる。そう、これ。を毎回ね届けてくださるのありがとうございます。読みますね。うん、ちょっとこれでも見せたらもう絶対着なきゃいけないみたいになっちゃうな。どうしよっかなどうしよっかな。あ、のばめ送ったよ。これはあのちょっともう開ける前からなんとなくわかるわ、なんとなくわかるな、これはちょっとでも自分のサイズにあの全然合わなかったらあれだけど、もし着てみないとちょっとわかんないな。着てみてあのいけそうだったら、もし今後お話し会とかなんかあったら、トーク会とかわかんないけどなんかあったら着ますね。こういうコスプレ系はね実際着てみないと全然わからん。え、すごい。あ、めっちゃ可愛いんだけど、なんでこんなおしゃれなの。え、めっちゃなんか付属品、え、これ絶対さ普通のなんかプレゼントに対してさあんまりなんかこういうの言うのあれなんかもしれないけどさ、普通のサンタさんより絶対さ高そう。どうなんだろうな、サイズ感が分からん。めっちゃクリスマスおしゃれで、なんかめっちゃおしゃれなの。なんかさ衣装、あの公園の衣装とかでありそう。めっちゃこれタイツかな。お、え、これ絶対首に、ま、首だけだったら今できるよ今つけたら首なんかあれみたい、民族みたいに首長い人みたいになりそう。これチョーカーみたいなやつでしょ。これは手のやつかな。本当になんか衣装とかでありそう。手かな、これは。あ、違う、こっちが手か。え、絶対こういうやつでしょ。こっちもあるもん。右左でつけてやるやつだ。普通にあったかい。なんかトーク会とかお話し会とか今後
もう今後の予定ってなんかありますか？ちょっと待って、なんか大体こういうのみんなに聞いちゃうやつなんだけど、あるかな、なんか決まってるの。これは何？あれだ、なんだろう、こう国系か足系か、でも足これだもんね絶対。さっきのモコモコの上に多分これをやるんだよね。あ、違うかな、こっちが足かな、もしかしてワンチャンありそう。いや、こっちかな、これ腕だったらだってバカバカだもんね。こっちなんかこの靴下の上とかにありそう。パンの焼き方、ちょっと読みたい。絶対かわいい。お疲れ、ありがとうございます。ハートとかグッチョとか、お花、お花なんだっけ、花、花束ありがとうございます。なんかさ、日程とかって出てますか？なんかの、そう、こういうなんかさ、普段さ衣装着る時もそうだけどさ、なんか何がどこで着るものなのかわかんない。あとはまあ上のこの上本体のサイズ感が自分に合えば全然着れます。色めっちゃ可愛い。かな、紹介は1920が出てるか。そう、1923なんか出てるのさ、最初なんていうの、なんかもうさ出てるんでいいんだよね、もう出てるんでいいんだよね。なんかな、あんまりよくわかんなくてさ、だからとりあえずお誕生日はみんな受け取れてねって言っといたんだけどさ、なんかさ一生なんかさ、その日程がみんなに公表されてるのか自分たちだけのまだ情報なのかがさ分からんくてさ、とりあえずそれだけ言ってたんだよね。ちょっと後で片付けよう、ちょっとごちゃごちゃになっちゃった。 JK はもう出てるから、えじゃん、帽子もあります、かわいい。なんか普通にさ、もしさなんていうの、本体のさちょっと合わん、サイズ感合わなくてもさ頭だけでもやりたいのなってさ、 AKB さんの方さ、なんていうの、現地じゃないからさね、どっちにしろ帽子だけでもやりたくない、12月中に。お花ありがとうございます。あ、でもどうなんだろう、なんか生誕とかのあるのかな。あ、また食べちゃう、また食べちゃう。
じゃあ皆さん、とりあえずさ、19日は開けとくっていうか、あれでオンライントーク会、オンラインちょっと今混じりましたね、オンラインお話し会で会いましょう。私の誕生日の日にオンラインお話し会があるので、みんなぜひおしゃべりしましょう。オンライントーク会はどっちも混ざった現地でトーク会と混ざった。そうだから最悪今のね、全部切れたら来たいし、難しかったらもう一度切れもやりたいですね。はーいってきてる。そう、一緒にお祝いしましょう。なんかさ、オンラインお話し会ってどうなんだろうって最初思ってた、正直。なんかショールームあるしどうなんだろうって思ってたんですけど、なんか普通に楽しかった。みんなとやっぱり、もちろんさ、コメントもさ、コメントとはまた違う、やっぱりお互いの顔が見れてお話できるっていうのは、普通になんか価値のあるっていうか、普通に良くないって思ったんですけど、お話し会した人どうでしたか？ハートありがとうございます。あ、でもね、なんかね、そう、一個思ったのが、一枚だとマジで早いの。なんか一枚だとなんか、なんていうの、内容があんまり喋れなくて終わっちゃうんですよ。なんかそれはちょっともったいないなって思って、もし1枚しか絶対メリって方は、もし言うことがあったらなんか早めに言っといた方がいいかも。1枚意外とすぐなんか話す途中とかになっちゃうし、意外と短いから2枚まあ、できたら2枚の方が本当はお話はしやすいかなって思いました、個人的には。バラハートありがとうございます。ハート、その前の方もありがとうございます。30枚、え、すごくない？なんか、まあ2枚でちょいちょいぐらい、まあ、5枚あれば全然普通に結構いろいろ喋れるかなって感じ。もしくは1回分け、なんていうの、オンライン、オンラインでも分けて使うことできるので、喋れなく、なんかさっき喋れなかったって言って、例えば2、3とかに分けることもできるのかな。ね、1、2枚だとまあそうそうって感じ。でもなんか別に喋、なんだろう、0枚だったらもちろん1、2枚あるだけで全然さ、その変わるから、もちろんね、いいと思います。ちょっと顔見たいなとか、ちょっとお試しで
オンラインやってみたいなって方ぐらいだったら全然1枚でいいと思う。ハートありがとうございます。普通に楽しかった、本当に。まあ多分私が言うより、そうね、なんかみんなも多分実際に喋ってみた方は思ってるかもしれないけど、そう、なんかね、あの写真とかさ、まあツイッターとかにも載せてたからわかると思うけど、なんか部屋にさ、こうメンバーがこうやって離れて座ってて、こうやって離れて座ってるんですよ。でさ、こう次のファンの方を待ってるとさ、シーンってするんですね。シーンってする中でちょっとね、あの周りを気にしちゃって、なんかあの喋りづらいかなって思ったんですけど、まあ、実際話始まったらもうなんかみんなとの会話の中でしか私はもう喋ってる時は入ってないので大丈夫なんですけど、ふと多分客観的に考えたらめっちゃそう聞こえてるんだよなって思っちゃう。ハート500個ありがとうございます。そうそうそう、やばい、チョコ持ってると一生食べちゃいそう。ういちゃん、あとさっき帰りにプリン買っちゃったんだよね。ちょっと迷ってる、スープとか飲もうかな。なんかさ、お弁当食べたんだけどさ足りなくてさ、なんか食べたいんだよね。で今日ね、初めて公園で寡黙な月やったんですよ。なんかさ、めっちゃいい曲じゃない？寡黙な月結構好きなんだよね。最近だからずっとあの曲歌ってる、頭でずっと流れてる、いい曲だなって思って、なんか好きですね。振りも好きだし、いや味噌汁もなくなっちゃったかもな。豆腐もあるな。でも豆腐冷蔵庫にあるけどちょっと寒い。豆腐温めればいいのかな。豆腐を温めて食べるか。その方が夜だからいいかな。今日はあの各所っていうか、上手とか真ん中とか下手とかね、立ち見とかあるけど、ちょうどいい感じに私のサイルーム振ってくださる方がばらけてたんですよ。だからどっか行くたびに必ずその一人一人を見ることができました。基本ね、あれなんだよね、下手多いんだよね今のポジション。
湯豆腐しちゃおうかな。ちょっとそれありですね。ちょっと多分食べます寡黙な月、寡黙な月寡黙な月ではないです。寡黙な月です。寡黙な月。そう、なんかそう、3つ食べるんですよね私。マジでメンバーの中でもまんちゃん1日に食べる量とか一番多いんじゃないかなって思っちゃったりもするんですけど、どうなんですかね、わからないわ。そう、今日川島のショールームちょっと出てて、チラッと寝てた時も話してた。そう、今日初めてやりました。先輩方とお話できた。うん、なんか、あ、でも根貝さんとずっと喋ってたかな。なんかあれなんですよ、なんかばっか言うね。楽屋とか超みんなそれぞれ喋ってて賑やかなんですけど、なんか話してる内容が面白いから聞いて笑っちゃう。自分が喋るっていうか、なんか結構みんな先輩おしゃべりなんですよなんかね、みんなおしゃべりだからすごいしゃべってるから、私がしゃべるっていうか、なんかみんなしゃべってるから、なんかそれも聞いてるんだけど、なんか本当にね、みんな面白いから、なんか、ね、ずっと笑ってますなんでみんな面白いんだろうね、すごいよね。めっちゃ賑やか。なんだいたい今日だったらほののさんとゆうかたんさんが2人がずっと喋ってて、でまきこさんとドンさんとか二人でずっと喋ってて、途中でちょっと鎌田さんとかが入って、でも本当になんかね、みんなすごい賑やかですよ。たまにめっちゃなんかさ、話、まあ喋ったりしてるけどさ、たまにさ話が終わったりしてさ、シーンっていう時間が続く時もあるけど、ハートありがとうございます。なんかでも基本ほんとずっとうん、声は聞こえる。今日はあのですね、リハーサルも楽しかった。リハーサルってさ、掛け声とかさ、こうあるじゃないですか、こう歌だけじゃなくてフリーでなんか喋るところとかさ、
なんかそういうのさ、ずっと変えてリハーサルの時言ってたりするから面白いです。面白かった今日のリハ。そう、お縄本番も面白かったけど、そう、お縄喋っちゃダメ、なんか声出してが言えないから正解ので、そうしってやってたけど、なんかリハはリハで全然違うの言ってて面白かった、笑った。面白かったな。嬉しいって言った。そう。めっちゃ面白かった。12の数値わからない。そうね、そこ一番の見せ場だもんね。なんかなんだかんださ、ソロがっつりソロっていう、なんかあそこ見せ場だよね。あ、小判ありがとうございます。シュッシュシュッシュありがとうございます。シュッシュ10個、小判お縄ですね、ありがとうございます。シュッシュ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 、あとはなんかバラの私がこうやって、なんていうの、出すと初日だと亜美さんがやってたところ、あなた人に愛しているだっけな、なんか掛け合いみたいなところあって、そこもでも一人一人の歌わりだから、まあ、ソロっていうのかな。コバンありがとうございます。あ、そう、シンヨニシロもすごいね、ありがとうございます。そう、なんかセリフ面白いよね。さ、 K2 の時もさ、セリフ結構多いじゃないですか。 K2 も楽しかった。結構フリーだったから、私フリーのところどうしようって思ってて、なんかチュリさんポジだったからさ、チュリさんはフリーのところチュリチュリチュリみたいな、なんかチュリチュリチュリって言ってたのかな、わかんないけど、なんかそんな感じのこと言ってて、え、どうしようって思って、でもなんか分かんなくて、なんか紛れてボソボソ言ってた。なんかみんなセリフが決まってる人もいるから、結構もう超ガヤガヤしてるから、偉い人の時とかだから、なんかこにょこにょ喋ってた。ハートありがとうございます。もうちょっと55分で終わりにします。あと2分。
なんかね、キャノキャノ言おうかなって思ってやってたけど絶対聞こえてないと思う。なんか何喋ったらいいか分かんなくて。そうね、大富豪ね、どうしようかな。大富豪どうしよう。なんかどんな感じなんだろう。そうだ、大富豪。期間はなんかあんまりさ、もうさ、私公演までは公演のことしか見てなかったからあんまり分かってないんだよね。でもなんかテレビ企画の第2弾をやりますっていうやつは見た。でもさ、なんか大富豪さ、 CM やりたい人もやるじゃない、入るじゃないですか。だからさ、ちょっと枠がさ、何位までってあるけどさ、実質さ、プラスで CM 出たいメンバーも含まれてるってことだよね、多分。期間とか分かる人いますか？でもやるならもうなんか今日からやんないとだよね。もう55分になっちゃった。どの程度なんだろうね。CM っていつも誰か3人か、うん、じゃあ3人なんか CM なんか立候補してる人はなんか基本多分入る気がする。私は CM とイベントがなんかちょっとごっちゃになってるから。12月中、あ、12月31日までか。ありがとうございます。そっか、どうしようかな。12月絶対忙しいよね。なんかでも自分が頑張れない、なんていうの、時間がないとって思っちゃうけど、とりあえず、そうね、レベルアップも含めてやった方があれかな。何位まで出れるんだろう。やばい、57分、あと3分しかない。なんかさ、本当はさ、もちろん大きい、もっと大きいイベントとかもいろいろあるけどさ、やりたいって思うけどさ、なんか多分さ、この期間なんていうの、コロナになってからさ、いろいろできないイベントとかも増えてきたからさ、後のこと考えるよりさ、今やっといた方がいいのかな。どうしよう。そうね、やろうかな、ちょっと今やろうかなって思ってきた。
どうですか皆さん。うわ、超今日一応4月やりたかった。え、みんなやってくれますか？みんなやってくれるかな。あと1分しかないや。あと1分でショールーム終わっちゃう。今日が終わっちゃう。みんなもしやってくれるなら嬉しい。どうしよう、あと30秒しかない。いや、大富豪やる？ね、終わるね、もう。ありがとう。今日はとりあえずこうや、プレゼントもありがとうございました、本当に。ありがとう、配信もありがとうございました。あと10秒で終わっちゃう。おやすみなさい。ありがとうございました。